わさたかよです。本日は八白土星さんの2024年2月の4日から2025年2月2日までの運気についてお話ししていきたいと思います。この動画をご覧いただくと、八白土星さんが2024年どういうことに注意をしていったらいいか、どのようにして開運していくのか、あるいは NG 行動などご理解いただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、八白土星さんのまず全体運からお伝えしていきたいと思います。では3つのキーポイントを押さえながらお伝えしていきたいと思います。ではまず1つ目、執着を手放す。2つ目、学びの時こそチャンス。3つ目、プライドを捨てて頭を下げる。この3つを軸に解説していきたいと思います。まず、八白土星さんは2024年は一般的に言うと停滞期という時期に入ってきました。昨年はね、結構華々しいというかね、活発な運気だったんですけれども、頂点から奈落へみたいな、ちょっと言い方きついかもしれないですけれども、ちょっとね、見えてる世界が全く変わってしまっていると思います。まあ、9年のサイクルの中に一度ある停滞期のフェーズなんですね。で、この時はですね、皆さんなんとなくね、運気があまり良くないのかというふうにね、感じられるかもしれないんですけれども、実はね、人間が、生きていくそのサイクルの中でですね、必ずやっぱり必要なものなんですね。ずっと上昇っていうわけにもいかないですし、またずっと停滞していくわけでもないんですね。で、やっぱり成長する時があって、そしてまた、ゆっくりする時があってっていう、やっぱりね、いろんなフェーズが必要なんですね。で、人間の成長の中で、まあ、例えば上昇期っていうのは、いわゆる外に向かってアウトプットしていく時ですし、このいわゆる停滞期と言われる時は、自分の中にインプットしていく時みたいなイメージを持ってもらえるといいかなと思います。アウトプットばかりし続けたら自分が枯渇しますよね。やっぱり自分にインプットする時が必要になります。ですので、2024年は自分の中にね、インプットして自分が内面をどんどんね、成長させていく時期だというふうに捉えていただきたいと思います。1つ目の、執着を手放すというところなんですが、昨年は、結構ね、華々しい活躍する、フェーズだったんですけれども、その今までのやり方を、手放す必要があります。で、どういうことを手放していくのかということなんですけれども、何か物とかそういうことではなくて、自分の今までのやり方を手放すということなんですね。例えば自分の性質はこういう性質だから、人と接する時にはこういう風にするとか、仕事に対してはいつもこういう風にしているとか、自分のやり方って結構あると思うんですよね。まあ、癖みたいなものですけれども、人間が成長していこうと思う時っていうのは、何かをこう掴んでいる時っていうのは手が塞がっているので、新しいものを掴むっていうことができないんですね。で、成長していくには、どんどん新しいことを学んで、どんどん今までできなかったことができるようになるっていうのが成長です。ですから、今までのやり方は手放して、そして新しいやり方を取り入れるっていうことが必要になります。なので、今年はぜひね、執着、やり方を手放すということをやっていただきたいと思います。次に2つ目ですね。学びの時ほどチャンスということなんですね。で、これは何のチャンスかっていうと、自分が成長するためのチャンスなんですね。私たちはこの赤ちゃんとしてね、生まれてきてから、今までこうずっと成長してきていると思うんですよね。人間ってこう成長したい動物なんです。赤ちゃんとかを見ているとよくわかると思うんですけれども、別に教えたわけじゃなくても、ゴロゴロね、寝転がってた時代から、なぜかちゃんと首が座って、そしてお座りができて、
ハイハイができるようになってとかいうね、ちゃんと、どん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 、自分で成長していって飽くなきねチャレンジをやり続けて歩けるようになりましたよね、私たちね。そんな風に人間は基本的に成長したい、今までできなかったことができるようになりたいっていう風にね、プログラミングされているわけです。でその時にですね、この停滞期って言われる時は何を成長させるのかっていうと、自分の内面を成長させるんですね。だから外見、何かがこうできる技術的なことができるようになるとかっていうことよりも自分の内面ですね。よく言われるのが、自分が例えば三日坊主だとかいう時に、何かを継続する力をつけたいとか、人との関係性の中でどうしてもちょっとね自分の気持ちを押し通してしまう、だからこうちょっと喧嘩をしてしまうとかっていう時も、自分をもっともっとね成長させたいなと思ったら自分のね内面を見直していく必要があるんですよね。でいろんな人の振りを見て我が振り直せじゃないですけれども、この外に活動する時じゃないこの時期にしっかりとね自分の内面を磨くようなことをやっていっていただきたいんですね。だから例えば、本を読むとかそういうことでももちろんいいですし、何か自分の、趣味がもともとあってその趣味をね極めてみるとかでもいいと思うんですね。でおすすめなのは何か同じことをずっと継続してやるっていうのがすごく自分の成長につながるなと思うんですね。で最近ねよく茶道とかを体験させていただくことがあるんですけれども、同じ、お茶を立てるという時にもその一つ一つの動作にずっとやっていくと、あ、なぜこれはこういう動きをするのか、合理的にするためだなとか、お客様に、敬意を表するためにこういう動きをするんだなとか、いろんなことが考えられてあの形ができているんですよね。だから、そういう茶道とか、他の趣味とかでもいいですし、読書でいろんなね、ことを学ぶっていうのも一ついいと思います。であと例えばね、ランニングとかジョギングとかをしてらっしゃる方は毎日毎日同じ道をね、走っていってもいいと思うんですけれども、その中でねちょっとずつちょっとずつ自分がね成長していって、こういう風にした方が体が楽だなとか、こういうことをすると自分が怪我をしやすいんだとかっていうね、自分とのね、対話をすることができるんですね。新しいことをどんどんやっていく時っていうのはそれに必死になっているんですよね、新しいことを取り入れるために。でも同じことをずっと続けると、自分との対話なんですよね。だから同じ作業をずっと続けることによって自分の中にいろいろな気づきが得られるんですよね。だから今年はね、ちょっと華々しいような何かが成果があるとかではないんだけれども、しっかりと自分の内面をね、見つめ直して自分の成長につながることをねやっていていただきたいなっていうふうに思います。先ほど申し上げた、自分たちがずっとこうね、好調期だけでもいけないし停滞期だけでもないっていうお話をしたんですけれども、私たちね、お母さんのお腹から生まれてきた時、お母さんのお腹の中っていうのは基本的には無菌状態と言われているんですけれども、外にね生まれてきた瞬間いろんなね細菌だったりウイルスだったりがいっぱいありますよね。でじゃあその子はずっと無菌状態の中で成長していけるのかっていうとつまらないですよね。それっていろんな菌があったりするけれども、その中でね自分の好奇心を満たすようないろんなところに行きたかったり、自分がやりたいことをねやりたいからどんどんね、活発に外に向かっていきますよね。子どもたちってじっとしてないじゃないですか。でそんな風に子どもは、素直にね自分が成長するっていうことに対してその欲求を全開で成長していってると思うんですよね。でも大人は体の成長が止まるとやはり同じようにねなんとなくこう成長が止まってるようなイメージがありますけれども、やっぱり好奇心を忘れずにどん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 いろんなことを吸収してね自分の内面を成長させていっていただきたいと思うんですよね。で先ほど言った好調期ばっかりっていうか無菌状態の中で何も起こらない、何も嫌なことも起こらない、病気にならないかもしれないけれども、でも
何か好奇心を持って外に出た場合、そこにもういきなり菌ウイルスもあるわけじゃないですか。だから、私たちはね、そういうものと今まで戦って免疫システムで、戦ったり一緒に共存したりして今現在生きてるわけですよね。だから私たちの免疫システムも実は何か外からウイルスだったり細菌が入ってきたら、まあ、それを、偵察しに行って、こいつはどんな菌なんだとかっていうことを偵察しに行って、そして攻撃するのか温存するのかっていうことをね、ちゃんと、吟味して、まあ、学習していきますよね。何度も私たち風邪をひいていますけれども、その風邪とどういうふうに戦っていくのか、そして克服してるから今私たち生きてるわけですよね。だから常に私たちは、体のシステムとして学習をして、そしてそれを自分で体得してこうやって生きていってるわけです。だから、運気も、上昇する時もあれば停滞する時があるっていうのはね、これは私たちがそれを全て学びたい、学んで成長していくために必要な過程だということなんですね。そして次に、プライドを捨てて頭を下げるなんですけれども、八白土星さん結構ね、意志が強くて頑固なところがあるんですけれども、もちろんね、その意志の強さってうまく働けばすごくいいことなんですけれども、今年はですね、できればその頑固さをちょっと横に置いていただいて、いろんな人に頭を下げてですね、教えを請うとか、そういう姿勢でいていただいた方が、自分の成長につながっていきますので、ぜひね、頭を下げて褒美を垂れて、アドバイスしていただきたいと思います。3つ目、プライドを捨てて頭を下げるです。八白土星さんはですね、結構意志が強くて自分の意見をすごくはっきり持っている方が多いんですね。で、時には頑固っていうふうに言われたり、まあその意志が強いっていうふうに言われたりするんですけれども、まあどちらも使い方次第なんですけれど、2024年に関して言うと今学びの時なのでね、ぜひ人に頭を下げてでも人から教えを請うっていう練習をぜひしていただきたいなというふうに思うんですね。で、なんだろうな、人に頭を下げるのって平気な人は全然平気なんですよ。でも苦手な人ほどね、それに実際取り組んでいただけたらなというふうに思います。で、私もね、なんだろうね、別に横柄な態度をわざわざ取るとかではないんだけど、人に聞くの悪いなと思って聞かないとか、そういう性質が結構あったんですよね。でもそれってもっともっとこう自分の内面を見ていくと、やっぱり人に聞けないっていうのは自分がね、頭を下げれないからだなっていうことをね、気づいたんですね。だから人に頭を下げなさいっていうのはなんか変な話ですけれど、そこに何の抵抗もなければめちゃめちゃ強くなれるんですよね。なんか頭を下げたくないがために、なんかね、せっかくのチャンスを逃してしまってる人とかも結構いると思うんですよね。うまくその人と、関わっていけばいいだけなのに、目上の人なのにその人の言うことを聞けないとかね、でなんかね、あ、いや分かってますよ私みたいな風な態度を取るっていうのはね、すごくもったいないことなので、ぜひね、頭を下げてでもしっかりとね、自分が成長する方向を今年は取っていただきたいなっていう風に思います。仕事運です。仕事運はですね、今年はですね、ぜひ皆さんにもゆっくりと一つ一つ丁寧に取り組んでいただきたいと思います。毎日やってることってね、どうしてもだんだんね、簡単に簡素化していったりだとか、手を抜いていったりとかすると思うんですよね。だけど基本に立ち返ってもう一度丁寧に丁寧にやっていくと、その仕事の本質が見えてきて、本来こういうふうにした方がいいんじゃないかとか、こういうことを、付け加えた方がいいんじゃないかとか、この流れでやるよりも、また別の流れでやった方がいいのではないかというような、いろんなアイデアが見つかってくるんですね。ですからね、ぜひ、こういつもの当たり前の仕事を、きちんと一つ一つ丁寧に取り組んでみるっていう風にしていただきたいなと思います。もう一度基本に立ち返ってね、基礎を固めるというイメージにしていただきたいと思います。では次に金運です。
まあ、金運もですねちょっと停滞している状況なので、まあ、収入はなかなか見込めない時なんですけれども、まあお金がないってなるとみんなちょっとね落ち込んで気分がね暗くなったりするかもしれないですよね。やっぱ倹約倹約って言われてもねちょっとつまらないなっていう風に感じたりするかもしれません。でまあそういう時って気分が落ち込んでちょっと鬱っぽくなったりとかねそういうことにもつながりかねないので、もちろんね、予期してまあなかなか入ってこないんだよねっていう風に予期することも一つですし、プラスね私がおすすめしたいのはゲーム感覚をね取り入れていただきたいなっていうことですね。で、倹約ってなんとなく負のイメージがありますけど、それをねもっと楽しめるようにゲームとしてね取り組んでいただきたいと思うんです。いかにお金を使わずに何かを、成し遂げるかみたいな感じですね。いつもだったらお金を使うところだけど、それをお金を使わなくて済む方法を考えてみるとかね、これはもう本当あくまでゲームなので楽しく考えていただきたいと思うんですよね。うん、だから例えば時間短縮のために少しお金がかかるところを、例えば、バスに乗るところをちょっと歩いてみるとか、でもその歩いてみたりすることによって、今まで見えなかったね景色が見えたり何かに気づくことができたりするんですよね。だから決してねお金がないからそうやってね損してるみたいなイメージ持たなくてもいいと思うんですね。まあわざわざ買わなくてもいいものを結構ね無駄に買っちゃってるってこともあると思うんですよね。だから今 YouTube なんかでもねミニマリストの人とかの生活とか見ていると、あ、実はこれなくても平気だったかもしれないみたいなこともねあったりしますよね。だからゲーム感覚でねミニマリストをちょっとね研究してみるとかっていうのも面白いかもしれませんよね。でポイントとしてはですね、あまり倹約っていうのも大変だと思うんですけど、基本的には今ある貯蓄を取り崩さないっていうことをまず目標にしてみたらいいかなというふうに思います。ついついね、使うものが増えちゃったりするので、まずは貯蓄を取り崩さないで今の予算でやりきる。でそれを、ゲーム感覚でこれをいくらに抑えてみようとか、食費なんかでもねいろいろこう工夫するだけでね結構面白い、メニューができたりだとか、今ね、YouTube とかいろんな無料のものでもね、レシピとかも公開されていらっしゃいますから、楽しんでやってみていただきたいと思います。では次に、健康運ですけれども、物事がなかなか前に進まない時は結構イライラしたりだとかちょっと気分的に落ち込んだりするかもしれませんね。ですので、精神的にちょっと安定できるように、気を使っていただきたいなというふうに思うんですけれども、なんか家で塞ぎ込んでいるとかあんまり体を動かさないとさらにね、落ち込んで暗くなっていきますから、ぜひ体は動かすようにしていただきたいと思いますし、あと朝日をねしっかりと浴びるっていうことも元気の源になりますのでね、気がけてね朝起きた時にちょっとカーテンを開けて朝日を浴びるっていう習慣を持っていただいてもいいと思います。で、あと運動の面で言うと足腰ですね、そこを鍛える運動を取り入れていただきたいなと思います。ウォーキングをするだとかちょっと軽く、スクワットをするとか、そういうことを継続的にしていただけるといいかなと思います。では次に人間関係、恋愛結婚関係ですね。人間関係で言うとですね、ちょっとね人との、関わり方も学びだと思ってね、今まで付き合ってない人とかといろいろ交流するのはいいことかなというふうに思います。で、恋愛的なところで言うと、結構ねちょっと寂しいなっていう自分の気持ちを異性に求めてしまうっていうところがね出てきそうなんですね。で寂しさを人で埋めようとするとやっぱりねその寂しさを持ってる人とかを引き寄せてしまうんですよね。だからまずは自分を満たしてあげることの方が重要です。で自分がちゃんと落ち着いた状態じゃないと引き寄せる人も落ち着いた状態じゃない人を引き寄せてしまうので、そこはトラブルになりやすいので気をつけていただきたいですし、
特に2024年は、まあ、知らず知らずに既婚者だったとかね、そういう方との出会いとかも起きてきそうな時なんですね。だからちゃんとね、相手の方を吟味することも重要だと思います。まあ人間ね、寂しい時ってなんかちょっとホロホロホロって誰かにねついてっちゃったりとか、そういうね弱いところもあると思うんですよね。ですけどやっぱり自分がしっかりとね軸を持って、誰かに寄っかかるとかじゃなくてね、自分でしっかりとちゃんと立てるようにしていきたいですよね。なんか人のせいじゃなくて結局自分のせいですよね、それってね。だから、自分をしっかりとまっすぐ立てるように、ちょっとついてないな、ついてないなとかじゃなくって、それをどんどんね、もっと楽しい方向に考えてみていただきたいと思います。では八白土星さんのね、2024年のお話をさせていただきました。まずはね、執着を手放す、新しいやり方をするためにね、今までのやり方を手放していきましょうということですね。ではですね、八白土星さんの運気についてお伝えしてまいりました。明日はね、九紫火星さんの、2024年をお伝えしていきたいと思います。ぜひ、またご覧いただければと思います。そして良ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではさようなら。